い、サブちゃん張り切っていこう。ほい、ほい、どっこいしょ。あのお猿さん、おじさんととっても仲良しみたいですね。ほんとだよね。だけど、ああなるまでが大変なんだってね。はい、待って。お猿さんってやっぱり動物だから、はい、言うことを聞かせるためには手荒なこともするそうだよ。そうなんだ。なんだかお猿さんがかわいそう。いい関係を築くにはどちらが主人であるか力ずくで教えなければならないんだって、はい、ありがとうございます。うん、どうしたのかんちゃん。かんちゃんってば。待っていたぞ。さあ、カツラギ様がお待ちかねだ。なになに？徳川の残党いまだ存在す。明治政府転覆を企てる恐るべき秘密結社と。何この眉唾な企画。創刊が決まった雑誌の特集記事ですわ。霊魂、オカルト、架空の歴史、ミステリアスな内容なら何でもありっていうのが売りでして。その記事を僕に？そう思って資料をお持ちしました。なんだか気乗りしないな。先生、私に内緒で編集長から原稿料の前借りしましたね。そちらの台所事情を察してお持ちしたお仕事なんです。これ以上私に言わせないでくださいね。背に腹は変えられないか。私がこの資料を読んで記事にするの？そうだよ、君がこの資料を読んで記事の下書きをするのだ。やんない。ようこちゃん、僕の仕事を手伝いなさい。名付け親に名を呼ばれると逆らえない妖怪さんって悲しいです。語るに落ちたな。ついに本業も他人任せか。はるか、物書きは自分の仕事だろ。でもうちらの業界にはゴーストライターっていうお仕事だってあるし。あ、妖怪だからゴーストじゃなくて妖怪ライターってとこかな。俺は真面目に話をしてる。僕はふざけて答えてる。なんだと？あれ、はるか怒った？喧嘩売ってんのか。さてどうでしょう。
真面目に答えろ。なら真面目に答えるけど、僕の仕事に口を挟んでほしくないんだよね。だいたい天狗ごときに僕の仕事の何がわかるっていうの？ごときだと。何やら険悪な空気です。カンちゃんどうしちゃったんだろう。いつもならハルカちゃんにあんなこと言わないのに。ごめんください。私は北原と申します。去る高貴なお方の屋敷にて執事をしております。そのお方はどなたです？あ、それはご容赦を。旦那様の名を口にすれば政治の世界が動きますゆえ。ならば結構です。こちらも無理には聞きません。で、こちらが行方不明になったお嬢さんですね。はい。真夜中に屋敷を抜け出して今日で3日目。事件や事故の形跡がないことから警察では家出であると断定しました。その可能性はないのですか？お嬢様は無断で家を出るような方ではございません。幼少の頃からお世話をしてきた私にはわかります。なるほど。残る可能性はただ一つ。お嬢様は人知の及ばぬ怪事件に巻き込まれたのではないかと思いまして。それで僕のところに？そうです。もしお嬢様が無事に戻られたら通常料金の10倍の報酬を出すと旦那様が申しております。え、本当？お引き受け願えますか？もちろんですとも。親御さんの悲しみを思えばどうして断ることなどできましょう。実は報酬など二の次、僕は人助けのためにこの仕事をしているのです。それは素晴らしい。よろしくお願いいたします。いやー、さすが一宮様、頼もしい。いやいや、当然ですよ。主戦度。ふん、この子を探してるの？うん、そうだよ。もっとよく見せて。僕には匂い嗅がせて。オイラ輪郭なぞりたい。これなら早く見つかりそうだね。さっきのあれ、まだ怒ってるの？そんなに怒ってるなら僕についてこなきゃいいのに。とにかくこっちにおいでよ、ハルカ。名前を呼ぶからだろう。おいわ。あ、ムーちゃん。おお、この子を見たって？それってどこでだい？何？この少女を知らないかじゃと？よろしい。このガマの油を買うてくれたら教えよ。わかりました。いくらです？物には順序というものがある。まずはわしの工場を聞いてからじゃ。さてお立ち会い。ご用途を急ぎでない方がございましたら、私の話をご老中。ご用もお急ぎもあるんだけどな。ここに取り出してるこのガマは、三条桜にいるガマとはゴマが違う。本州は伊吹山で取れます。これが一名の白くのガマ。なんなの、そのガラクタは。いやー、聞き込みするたびに何か買わされちゃって。うん。あ、でもこれなんか美味しそうだよね。うん。うん。ひどい。こっちはずっと原稿の下書きやってたのに、当の母ちゃんが無駄遣いしてたなんて。手がかりもなし。確かに、こんなことを続けてたら、お金がいくらあっても足りないな。何か方法を考えないと。そうだ。